うまい。うん。ぬか漬けうまい。うん。やっぱ。あ。ごめんね、もう始まってます。ごめんね。なんかほら、前回のリポーターがなんかほら、美味しいもん食べながらダジャレみたいなほら、むちゃぶりするからもう、愛は勝つ。ほら、ダジャレも出ちゃうから、ほら、むちゃぶりすぎてもう、やっぱり名古屋の味噌って甘みがあって美味しいですね。なんと今回、トリプル A さんは、名古屋のセンチュリーホールでライブをやってらっしゃるということで、そちらの方に小梅さんにどんどん追いかけてレポートしてみたいと思いますが、やっぱり言われたからね、これ食べきらないですね。これ食べきるまでいけません。ごめんなさい。勝手に始めてください。はい、おかげセブン。はい。さあ、名古屋センチュリーホールの前にやってまいりましたが。いやいや困るな、もう大人気になっちゃって、ちょっと僕を追いかけるのはやめて、いろいろとインタビューしてみたいと思います。じゃあ追いかけセブンやっていきましょう。せーの、追いかけセブン。今日どこからいらっしゃいました？今東京住んでて帰ってきました、地元に。どなたのファンですか？千秋ちゃんとしんちゃん。お千秋ちゃん、お千秋ちゃんとしんちゃん。おみんな、どこがいいですか？千秋ちゃん、かわいいです。お人形さんみたい。千秋ちゃん大好きです。追いかけセブン。今日は誰のファンでいらっしゃいましたか？千秋。お守りたくなるぐらいのちっちゃさだし、美意識高いし。金髪もそれで。はい、千秋ちゃん憧れてるもんな。千秋系女子になりたいです。トリプル A 大好き、千秋おかえり。追いかけセブン。どういうところが好きですか？美容のこととかがすごくて、なんか一緒のボディミストとか一緒のを買ったりさせてもらって、千秋の握手会が参加できることになったので、それもすごい楽しみです。トリプル A 大好き。ファッションが好きです。千秋ちゃんのゆるいけどなんか決まってるんです。トリプル A 大好き。いつも応援します。頑張ってください。千秋おかえり。おお、言い方もすごい。こっちハートになってて、お兄ちゃんの方はほら稲妻になってる。トリプル A 大好きです。トリプル A 追いかけセブン、何でも質問コーナーということで、トリプル A に聞きたいことがあれば僕についてきてください。ぜひともこの列についてきてください。お願いします。じゃあここで書いていただきます。はい、さあやってまいりました、楽屋前でございますが、皆さんこれ見てください。行ったところシールがずっと貼っておりますが、今回ここ愛知県、あと20公演目、ちょうどど真ん中でございます。折り返すところですが、さあ今日はどなたにお話を聞いたらいいの？あ、鏡越しに、なんか目があってやだなと思って。出た。千秋さんどうも。あ、どうも、お願いします。え、私ですか今日？そうですよ、千秋さんですよ今日。そう、なぜでしょう？名古屋だから。そうでございます、名古屋です。私名古屋出身なんです。ありがとうございます、はい、本当に。そうか、だから目があったんだ私は。そうです、名古屋で来たらもう今日は千秋さんとしか目合わせてません。そうだ、さっき楽屋でかなりなんかダッチャンダッチャン言ってたじゃないですか。ダッチャンダッチャンって言っても、あの目は見てないです。目は見てないで、今まで日高さんの目を見たことないです。もう見たくない。見たくない。運気が下がる。運気が下がる。